ウィナンド・ニュイエンはオランダの風景画家である。フランスのロマン主義の影響を受けた風景画を描いた。19世紀後半のハーグ派と呼ばれる画家たちの先駆けに位置する画家である。ウィナンド・ニュイエン、魚市場デンハーグで生まれた。父親はパン職人であったが、息子の絵の才能を見て、12歳の時、デンハーグの画家、アンドレアス・スヘルフハウトの下で美術を学ばせた。 1825年から1829年まで、ハーグの美術学校の学生となり、バルトロメウス・ファン・ホーフェに学んだ。16歳の1829年に展覧会に出展を始め、オランダの文化の教会であるソサイタイト・フェリックス・メリーティーから水彩画による風景画に賞が贈られた。その後、ベルギー、フランス、ドイツを旅した。友人となった画家。 アントニー・ワルドルクと共に旅することもあった。当時多くの画家が活動していた、ノルマンディに何度か旅し、フランスの北部海岸を描き、リチャード・パークス・ボニントンやウジェーヌ・イザベーといった画家たちと親しくなった。ハーグ派となる画家、ヨハネス・ボスボウ村に影響を与えた。1836年に、アムステルダムの王立美術アカデミーの会員に選ばれた。 死であったスヘルフハウトの娘と結婚したが、結婚から間もなく26歳で、デンハーグで没死した。ありがとうございます。